そちは一体何者だ。世が皇帝と知っての所業か。我が名は呂布。誰かおらぬか。霊帝陛下、お覚悟を。よくやったぞ呂布。見よ、皇帝の証たる玉児、ついに我が物となった。これでわしが、この董卓様がミリシャの支配者となるのだ。黄金族が劉備らの手によって倒された頃、ミリシャの都洛陽では暴虐の大使と呼ばれる董卓が霊帝を殺害、皇帝の証玉児を奪った。ミリシャの全土は董卓の支配によって今まで以上の闇に包まれた。暗殺者。何が望みだ、宝泉。俺をその名で呼ぶのは朝鮮か。わざわざ手を汚してまで得た玉璽を董卓に渡してしまうとはどういうことだ。玉璽など元より欲しくもないわ。俺が求めるのはこの血をたぎらせる戦いだけだ。相変わらずだな。だがお前を満足させるほどの男がミリシャにいるかな。いてくれなければこの世に生きている意味はない。玉璽よりもそれを求めて集う男たちに心が躍るか。宝泉、あくまでも修羅の道を行く男。己董卓め、我らが黄金族を相手にしている間に皇帝陛下を殺してこの洛陽を奪い取るとは、これではミリシャの闇は深くなるばかりだ。だが兄者、董卓の軍は強大、しかも誰一人として奴のそばに近寄ることはできないと聞くぞ。どうする曹操。曹操様。曹操様に宝物を献上したいと申す者が参っております。それは何者だ。お初にお目にかかります。私は流浪の軍師芝居と申します。ミリシャの闇を晴らすことができるのは曹操様あなただけです。芝居とやら、曹操は宝物などに興味はないわ。さっさと帰るがいい。曹操様は興味がおありでなくても、董卓はどうでしょうか。どういう意味だ。董卓は宝物に目がないと聞きます。かつては劉備の劉帝剣も狙っていたようです。この剣を献上するといえば、董卓のそばに近づけましょう。ほう。これは七星剣と申します。輝く星のような宝石が7つも埋め込まれた、ミリシャに2つとない伝説の剣です。その策、乗ってやろう。時は満ちた。時代が乱世を望んでいるのだ。
ミリシャの支配者、この東卓様に宝を献上したいだと？は、我が名は曹操にございます。曹操か。黄金族討伐で名を挙げた武将だと聞いたが、わしに宝を献上しようとはまことに見上げたやつ。さあ、早う見せるのじゃ。はい、ご覧ください。ミリシャに二つとない剣、七星剣にございます。おお、なんという輝き。さあ、ここへ持ってまいれ。は、仰せのままに。到達！今こそミリシャの闇を晴らす時だ！おのれ、わしを騙したな。貴様何者だ？俺の名は呂布。曹操め、このわしを騙しよって。呂布よ、あの反逆者を倒すのじゃ。何を言うか。ミリシャを闇に陥れた貴様らこそが反逆者だ。そんなことはどうでもいい。この俺を倒せるか曹操。言うまでもない呂布、必ずや貴様を倒し董卓を討つ。ならば受けてみよう、我が一撃を。うわ、ほう、受け止めたか。貴様、これほどの力量を持ちながらなぜ董卓などに使える。なぜ自らの手でミリシャを救おうとしない。俺が求めるのは俺を熱くしてくれる戦いのみ。曹操、この俺の血をたぎらせてみろ。戦いのための戦いなどに興味はない。我が理想の前に立ち塞がるな。正義は我にあり。正義などに何の価値もないわ。くらえ、聖剣。たぎる、たぎるぞ男の魂が。そうそう、お前の魂がこの俺の血をたぎらせる。なんだ。魂！旋風！爆裂ショー！大グレンザン！手強いな。董卓をやる気は逃したが、今は引く時だ。引き際の見極めはなかなか良いな。見事だったぞ呂布。これからもこのわしを守ってくれ。良い。そうそう、この俺の血をたぎらせた男よ。貴様とは再び相まみえる日もあろう。宝泉をこれほどに熱くさせるとは。そうそう、侮れぬ男だ。曹操、董卓はどうした？無念だ。呂布に阻まれて撃てなかった。呂布だと？陣中に呂布ありと言われたあの豪傑か。暗殺は失敗でしたか。残念です。しかし董卓に歯向かったとなると、もう都にはいられません。曹操様、どうなさいますか？俺の進むべき道は見えた。聞け、我が兵士たちよ。ミリシャの未来はこの曹操が切り開いてみせる。今こそミリシャ全土の強者を集め、その軍勢をもって董卓を討つ時だ。聞け、ミリシャの若者たちよ。集え、ミリシャの男たちよ。この男、暗殺に失敗したばかりだというのに戦う意志に一片の曇りもない。この男ならもしかしてミリシャを。なすべきは正義、なるべきは天。おお！
ミリシャの民を苦しめるトウタクを撃つべし。曹操の放った檄はミリシャ全土を駆け巡り、各地の男たちを立ち上がらせた。連合軍が立ち上がる。次回 SD ガンダム三国連軍友集結。